あ、すいません、すいません。何笑ってんだよ。あ、いや、ちょっと、四千さんの漫才の動画、ちょっと見てて。あ、そんな笑ってくれてた。笑っちゃいました。ありがとう。ありがとう。まあ、ただな、何ですか。ちょっと、長いんすよね。いや、俺ら短い方よ、漫才、結構。もうちょっとギュッと短くまとめてくれないですかね。どういうこと？だからやったじゃん、そんな理屈でさ、早く漫才やった。ああ、そうだよ、俺らやってきてるよ、従ってきたじゃん。そういうことだろ。早口でやったやつですよね。一回クイズね。最初なんかもう、なんか漫才の間とかがもうなくて、ちょっと面白くなかった。お前が言ったんだぞ。なので、まあ、ちょっと四千頭身といえばのネタを3つこちらで用意したので、それをギュッと30秒にうまくまとめていただいて、忙しい人でも見れる四千頭身漫才動画を作りましょう。面白くなんない。そういう尺で作ったネタだから。間とかはそのまんまですから。間とかそのまんまだ。うまいこと削っていただいて。そのネタのもうハイライトだ。こういうトークがなければもうできるわけだから。この動画を見る人、ここから見るわけでしょ、ここも含めて。だったら、30秒でやっても一緒じゃん。これネタ、結局この動画は結局6分とかになるだろ、はい、じゃあもう、ネタ見ようよって話、この間に6分のネタ見てよ、はい、これ見て、はい、信じてください、さすがに僕のことを。どういうこと？いや、多分短くまとめたら、多分面白くなるんで、早くやりましょう。なんちゃこと言わないで。何のネタをやるのかによるよ。じゃあまず最初1本目ドライブ。ドライブを30秒。何十秒なるでしょ、でも。30秒だな。面白い場面をってこと？そうですね。でも、30秒の部分だけ切り取っても、それはもうただのダイジェストなんで、ちゃんと全部をギュッと30秒に凝縮してほしいです。なんで？でちゃんと、どうもありがとうございましたと言ってほしいってことだよ、最後のくだりと。分かった。ああ、なるほどな。先で相談して。はい。はいはい、一応、他二つのネタは、説明しりとりと大陸。いや、説明しりとりは。大変長らく出てないな。説明しりとりは言葉の続きだからさ、ちょっと、しりとりだから、あれ。急に飛んじゃうよ、単語が。どういう感じにする？だから、もう始まって、一ボケで前半に畳みかけるのね。で、畳みかけるな。だから面白いワードは絶対残したいから、あのポテチのシーンとかは入れたいじゃん、やっぱり。入れれないよ。いや、ポテチだけでいくか。あ、じゃあ。じゃあいきます。四千頭身さんで、ドライブです。お願いします。俺らがドライブするから、お前はそこで見てて。そんな話もドライブ。これどっちが運転してる感じ？あ、こっちハンドルなかった。前に言ってたね。前半に畳みかけるな。前半に畳みかけるなよ。ドライブやめて。あ、じゃあ俺お医者さんやって石橋患者さんやるから、お前はそこで見てて。はい。いらっしゃいませ。聞いたことないから畳みかけるなって。畳みかけるんじゃないよ、本当に。あ、じゃあ次俺コンビニの店員やって石橋お客さんやから。ウィン。おお、じゃあ何やってんだ。何やってんだ。いや、お前が前半に畳みかけるな。もう終盤だわ。オッケーです、オッケーです。最高でした。本当いいですね。まあちょっと過ぎちゃって35秒ぐらいになっちゃったんですけど。なるほどね。まあまあ、はい、まあでも、はい、適弱でした、ね。でもなんか確か伝わった気がするわ、マジで。これは暇な、あ、忙しい時でも。なんで忙しい時に。忙しい時に、サクッと見れますね。次、大陸。はい。お願いします。突然だけど。お前、うん、あ、そっか、お前新しいタイプ見つけたことあるな、まあ、お前がなかったお前の会話の勉強だからやめてだからそうやって言わないでそうやって言わないでお前会話の勉強用意して見つけたことないからな、でもこう思ったら仕方ないのですか。嘘つけ、嘘つけばいいんだな、あの今で問題になった飽きたじゃん違うかあそこやってるか言うて何々ってなんもないもんなじゃあ、予選投信で大陸です。お願いします。お前さ、新しい大陸見つけたことある、ね、あ、なかった場合の会話の展開ないからやめて。どうしよう。じゃあ岩手の左にあったって言って。飽きたじゃん。あそこなんもないもんな。赤でよかったぞ、こいつ。その県の名前は県って言ってるけどね、お前。オータムライスビールって言って飽きたじゃん。かっこいい。かっこよくないよ、別に全然。この会話やめよう。あ、じゃあさ、お前って日本人。日本人じゃない、日本人、日本人だよ。
日本人だった場合の会話の展開ないわ。いやどうすんの日本人なのに。チリ人そこは嘘つけないから。どうもありがとうございました。30秒直帰しです。最高。これこれこれですわ。入ってる、寝ろよお前。入ってるし伝わってるわ。はい、いやこれで今日寝る前に見れますわ。よかった。まあ、まだ1分しかないもんなと思ってたよ。2本漫才見てもまだ1分。じゃあ次説明して。説明？そうですね。あ、まあ、説明はルール説明があるから。ルール説明がいらない。ルール説明しようか、完全に。予選投手で説明しりとりです。よーい、とん。お願いします。あの、説明しりとりとゲームをやります。知ってます。ルールは概要欄をチェック。続きしりとり。レモンと言ってはいけない。イルカ。カワイルカ類のように淡水の川に生息する種類や淡水汽水域を行き来する種類も存在する。ル。ルパン三世。行ってしまうと泥棒。海。水。ズッキーニ。日本ではキュウリを一回り太くした細長い形状のものが主だが。だが。品種によっては西洋梨形や球形状のものも存在する。ル。ルビン。ビカビカ。カーネル・サンダース。すっごいジジイ。どうもありがとうございました。おお !29.41! おお !29.41! 最高記録です。最高記録って何だろう。これが一番面白いです。一番短くて。なんで短いの。一番短いのが一番面白かった。はい。確かにな。なんか伝わったの。ネタの面白さ、伝わったそう。なんだこれ最初に見られた。俺これ、全く四千頭身何見たら俺ファンになってると思う。で、ネタから入りましたっていう。これね。まあこれで忙しい人にも四千頭身の面白さ知ってもらえるということで。確かにいろんな人に届けれるの嬉しいわ。いい動画でしたね。丸め込むな、お前の体験のように。うわ落ちましたね。動画を見てくれてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録、グッドボタン押してね。概要欄に Twitter の URL もあるので、ぜひそちらもご覧ください。いいんじゃない、いいかな、こんな感じ、はい、いけそう。じゃあね。